ならびブレは、奈良県奈良市小西町において、イオンリテール株式会社が運営していた商業施設。2013年1月20日に閉店した。小西通商店街と安らぎの道の間に面した立地にある店舗で、1968年11月にオープンした総合スーパーの日井奈良店が前進。1990年6月に業態転換して、なびブレとなり、 若い女性を狙った若者中心のファッション文化の中心として親しまれた。その後、2012年7月18日、並びブレが閉店することが、イオンリテールによって明らかにされた。イオンモールや大阪などの都市部の百貨店との競合激化により、ピーク時に比べて売上が4分の1に低迷し、テナントも開店当初の約50点から33点に減少していた。 閉店に向け、土地と建物は2012年9月19日にンリテール、損害保険ジャパン、日本生命保険3社から浅川ハーベストビルに売却された。そして、予定通り2013年1月20日に閉店。浅川ハーベストビルは、同年2の8月に建物を解体した後、マンション建設を行う企業に土地を売却する方向で計画を進めている。 ありがとうございます。